エールフランス117便墜落事故は、1962年6月22日に、クアドループのポアンタピートルで発生した、航空事故である。パリからサンチアゴへ向かっていたエールフランス117便が、着陸侵入中に、空港から 25km 地点に墜落し、乗員乗客113人全員が死亡した。当時、ボーイング707で発生した、 航空事故としては2番目に死者数の多い事故だった。また、グアドループで発生した航空事故としては2020年現在でも最悪の事故となっている。事故機のボーイング707から 328A は1962年に製造番号18,247、274として製造され、同年2月23日に初飛行を行った。 AL フランスには3月9日に納入され、シャトーでシャンティという愛称が付けられた。総飛行時間は963時間で、事故の前週に点検を受けていた。搭載されていたエンジンは、プラットホイットニーの JT4A だった。また、事故当時の総飛行時間は963時間だった。117便には、乗員10人と乗客103人が同乗していた。 乗員10人のうち、コックピットクルーは4人で、残りの6人は、客室乗務員だった。機長は42歳の男性で、エールフランスでも最も飛行経験が豊富な、パイロットの一人だった。機長は、第二次世界大戦で、戦闘機パイロットとして活躍し、勲章を受賞しており、エールフランスには1946年に入社した。総飛行時間は1万5000時間以上で、 ボーイング707では1800時間の経験があった。また、フランス大統領機のパイロットを数度務めた経験もあった。その他のコックピットクルーは32歳の副操縦士と34歳のナビゲーター、51歳の航空機関士だった。117便は深夜にパリオルリー空港を離陸した。経由地のリスボンでは数人が後期し、8人が搭乗した。 事故当日、クワドループの天候は悪く、雷雨で、指定は1 0トルほどだった。最初に、ポアンタピートル国際空港へ着陸侵入を行った時、着陸装置に問題が発生したため、117便は着陸復興を行った。パイロットは左に旋回し、再び着陸侵入を開始した。管制官との最後の更新は NDB を5000フィートで、 通過したというパイロットからの報告だった。二度目の侵入中、雷雨により機体に搭載された ADF が誤表示を起こし始めた。そのためパイロットはグライドスロープに乗ったと認識し、機体の位置を見誤った。現地時間4時3分頃、117便は滑走路から2 5トル離れた標高線四百フィートの丘に激突した。詳細な事故原因は不明である。 事故時は雷雨であったが、ボーイング707の運航には支障を来さないものだった。事故の犠牲者には、フランス領ギアナの政治家であるジャスティン・カタエート詩人のポール・ニジェールが含まれていた。そのため、117便が破壊工作により墜落したとの憶測が流れた。事故当時、ポアンタ・ピートル国際空港には、ILS は装備されておらず。 VOR も作動していなかったため NDB での侵入しか行えなかった。雷雨により無線コンパスが誤った情報を表示してしまい、117便は正しい飛行経路からおよそ 15km ほど逸脱した。墜落の推定原因として VOR が作動していなかったことや不十分な気象情報、無線コンパスが誤った情報を示したことなどが挙げられた。2002年、 墜落現場付近に追悼碑が建てられた。また、現場には至る道は、ルートジュボーイングと名付けられた。2020年6月現在もエールフランスは117便という便名を使用しているが、運航区間はパリ・上海に変更された。ありがとうございます。